わ、なにこのオシャン。オシャンシティ。尻尾シティ。尻尾は7つの宝物。お、どうした？戦う？ついてきなよ。知らない人についていっちゃいけません。知らない人じゃなかった。こんなとこあったっけか。このまままっすぐ進めばポケモンセンター。お、なに？お、カゴの実。カゴは、眠り？はいはいはい。眠らされてもポケモン回復して目覚める。眠らすポケモン出てきそうだね。ノーマルタイプの使い手。格闘タイプのポケモンがいるとかなり有利かもね。いねえよ。いねえいねえ。抑え度が高くて憧れの街。程よく地味なのもかえってかっこいいんだよね。はいはいはい。ちょっと顔が過ぎないか。確かに。あ、夕方になった。多分今6時ぐらい。この倉庫は2年前までアーティーさん。アーティーさん。創作に傷まるとこの街に戻ってくる。君の持ってるそれってポケモン図鑑でしょ。すっごいじゃん、ポケモン集めてるんだ。私も手伝うね。ねえねえ、最初に選んだポケモン何？メジマル。メジマルなの？2回聞かれるとちょっと、スタージョです。はい。これをあげる。あぶねえ。あぶねえ。はいはいはい。はい、頑張ります。あぶねえ。危なかった。違うでしょって言われんのかな。あ、チームリーダー。いけますか？アロエ、ナチュラルボーンママ。あ、なんか、いたな。ナチュラルボーンママ。なんか、おばさんっぽいのいたな。お、N。N くん。僕は誰にも見えないものが見たいんだ。怖い。薬やってる？ボールの中のポケモンたちの理想。トレーナーというやり方の真実。そしてポケモンが完全となった未来。君を見たいだろう。見たい。見たい。そうかい。そうかい。では、僕の友達で未来を見ることができるか、君で確かめさせてもらうよ。あれ、マジか。戦うの。見えないものを見ようとして。変態観測の。お、マミパッドね。かもですよ。あとだけど。いけいけ。小鳥。あー、でもせっか。いた！急所、急所やめえ。もういいね。やっぱ電気タイプって強いな。やっぱ序盤ってなんかトリポケ多いイメージあるから。お、電磁波いいね。電磁波欲しい。尻尾振るいいか。尻尾振ってる暇あんまないでしょ。我慢。我慢野郎。あ、おたまろじゃん。おたまろか。おたまろいいな。おたまろ好きなんよな、結構な。地味に好きなんよな。いけるか。マメバトって急所に当たりやすい特性でもあるか。ないんじゃないですか。お、オッケーオッケー。ピュン。どっこら。どっこら。ここらか。お前格闘よな。いけるかな。こいつノーマル入ってるっけ？あ、ノーマル入ってるのか。やめとこう。これはムンちゃんかな。いけんのかな。行ってみるか。格闘重いね。格闘重いかもしれん。何持ってんの？ヘタグリ。痛い。痛い。あくみ。未来つける。こっちそらあくびじゃい。寝ろ。寝ろ寝ろ。最高ウェーブ。
あ、強運持ちか。あ、そうか。急所当たりやすいんだ、じゃあ。どんぐらいある？全然入んねえ。全然入んねえ。そっか、サイコエムって固定ダメージなんだっけ。あー、ダメだな。まあ、眠らせだけでも、よしとしましょう。いけずっきに。プラスミキサー、ジャイ。種持ってるからね。おー、いいね。あ、命中下げんだ。いいね。眠りながら木の棒をプンプンしとるん。へえ。まだ未来は見えない、世界未確定。そうですかと。今の僕の友達とでは全てのポケモンを救い出せない。世界を変えるための数式は解けない。僕に力が必要だ。誰もが納得する力。そうですか。あ、5割で下げんだ。必要な力は分かっている。英雄と共にこの一種地方を建国した伝説のポケモンゼクロム。僕は英雄になり君と友達になる。なるほどね。ゼクロムね。黒い方ね。 N がゼクロム捕まえんだっけ。あんま覚えてないな。まあ、その辺も楽しみにしましょう。何も見えないもん。力が足りない。あ、ジムじゃなかったここ。この骨格はいつ見ても惚れ惚れしますな。それ何？海流？どうも私、副館長の木立です。せっかくいらしたのです。館内を案内しましょう。いたしましょう。こちらの骨格、ドラゴンタイプのポケモンですね。おそらく世界各地を飛び回ってるうちに、何らかの事故にあって、そのまま化石になったようです。ババリワリシとかあったね。鳴き声だよね。この石はすごいです。隕石なんですよ。何かしらの宇宙エネルギーを秘めています。ああ。古い石。砂漠付近で見つかったのですが、古いこと以外には全く価値がなさそうなものでして。こういうのに価値があったりするんだよな。知らんけど。ん？あ、この先がジムになってんだ。あ、なるほどね。一番奥で強くて優しいジムリーダーが待ってます。ちなみにジムリーダーのアロエは私の奥さん。あ、奥さんなんだ。なるほどね。化石やポケモンの骨の研究もしている。こんなんだったっけ。全然覚えてねえや。なにこれ。カプコケコ。カプコケコかな。これ海流でしょ多分。頑丈な甲羅。カブトプス。あ、アーマルドだ。ちゃんと見たらアーマルドだ。宇宙ウイルス。絶対あれじゃん。デオキシスじゃん。これなんだろうね。よし、行きましょう、じゃあ。お邪魔しまーす。お、元気しとうやー。博物館のその奥で挑戦者を待つポケモンジム。なんだか雰囲気あるっすよね。確かに雰囲気あるな。お、何くれんの？あ、美味しい水。あざます。このジムはですね、ノーマルタイプのポケモンを使うトレーナーばかりです。ここだけの話、ノーマルタイプって格闘タイプが苦手なんすよ。近くじゃ、ヤグルマの森あたりに格闘タイプのポケモンが出現したりするんすよ。なるほど。なるほど。捕まえてこいって言われた。まあ、大丈夫でしょ。ジムそのものについて説明するんすよ。このポケモンジムは本に隠された問題を解いていくと先に進めます。ちなみに最初の本は、はじめましてポケモンちゃん。本の場所が分からないときはみんなに聞くといいっすよ。なるほど。こんなとこあったっけ。はじめましてポケモンちゃん。尻尾ジムに入り浸り、本の虫と呼ばれた僕。言っておきますが強いですよ。僕の一日って本を読むかポケモンを育てるかですから。なるほど。一日中がよ。確かに。だいぶ優しいね。およしよ。あ、お前。本を読むかポケモンするか、我慢するか。17って。17って。17って。嘘だろ。
やりすぎよ、17は。17はやりすぎよ。17はやりすぎだって。いや、我慢するね、こいつは。こいつは我慢、我慢おじさん。見切り。我慢おじさん。ほーら、我慢。すぐ我慢。すぐ我慢。すぐ我慢ないよ。めっちゃ睨みつける人やる。てか 17? 嘘 ?17 やばいな。できないんか。大丈夫大丈夫。よし。OK。経験値が、どうでもない。本田虫といってもポケモン、虫タイプのポケモンではない。どうですか。はい。はじめまして、ポケモンちゃん。自動車の本棚なら入り口近くにある。入り口近く。あ、これ?ポケモンのお菓子。木の実をお鍋に入れ、温めて作る美味しいお菓子が載っている。へぇ。新大地方には木の実、ポロック、あ、ポフィンか。はいはいはい。なるほどね。お、ポケモンちゃん。生まれて初めてポケモンと出会った男の子の童話。茶色の小さな、お、ニミネズミ。お、アロエ。この図書館に問題を書いたメモを4つ隠しました。その問題を解いて私のところまで来れるかな。さあ、初めの問題だ。このジムで初めて出会ったポケモンは何だったでしょう。ヒントは中央の列の本棚。いや、ミネズミでしょ。ミネズミだろ、どうせ。ミネズミなんよ。それは。ちょっと待って、どうしよう。強いんよなぁ。はい。探してる。実は私もポケモンの本を読んでるのよ。この本はポカブの本ね。ああ、そういう感じか。そういう感じか。なるほどね。ミネズミ。ああ、ミネズミなんじゃないの?尻尾の動きで連絡し合う尻尾の立てる動きは、敵を発見した時のサイン。ほらほら。さすがに問題が簡単だったね。さて、2問目の問題だよ。体内で炎が燃え上がり、頭から煙を出して走る。ポカブなん?ポカブなんかな?はい。この本が正解かしら?正解じゃないらしい。鼻の穴から炎を吐き出す。元気がないと煙しか出せない。生き物ではない?チェレンかと思った。ふむふむ、なるほど。あとメモを見つけてこの本探しに来たの。体内で炎が燃え上がり。はい。機関車。引っ掛けでしょ。引っ掛けよな。機関車ね。お。はい。勝負ね。引っ掛けなんよ。さとみちゃん。ハーデリア。あららららあらら、また17レベル。体内とは言わんだろ。それな、体内とは言わんよな。ディフェンダーって。ディフェンダーってか、強い普通に。うわ、硬いっす。大丈夫かな?うわぁ。やだねー。変えようかなー。いや、変えてもなー。でも下がってるよりはいいか。うん。痛えー。痛え、ちょっと待って、痛い。やだーやだー。ハーデリアキッチー。
いや、きちぃ。きちぃ、きちぃ、きちぃ。いや、きつい、きつい。ちょっと待って、きつい。ここは回復。テニヤキもこうなる。まあね。まあね。噛みつくして、噛みつく。いや、体当たりじゃなくて。噛みつく。頼む、噛みつくして。噛みつくして。オッケーオッケー。いやーでも待って、怖いなーこれ。いや待って、いこれはいやー行くか。怖すぎる、怖すぎる、あー進化する、怖すぎ、怖すぎる、あーちょっと待って、自由戦、あ進化だ、ズン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 、おー BW の進化いいな。キーン、おお、ジャノビになった。読んだ本は本題に戻す、本を読むときのルールよね。そうね。いやー待って待って待って、やばすぎる、やばすぎるわ、やばすぎるわ。ジャノビーってお菓子ありそう。なんかそんなんあってんな。これ？はい。私と戦って勝ったジュミーなんところへ行けるでしょうか。はい。うわー、もう一体戦うのか。あ、3体か。3体なら多分、さすがに17とかではないと思う。でも15か。あー、電撃波、いや怖い。いやヨーテリーが普通に強いんよな、やばいなそれ。あ、タヤタイの方が良かったかも。よし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 、あぶねえ。わ、わ、わー、負けたけど、なんたらかんたら、見えなかった。もうすぐジムリーダーに会えるわ。ここが最後の本なの。さあ、最後の本を読んでみて。ポカブじゃないの？体内では体が燃え上がり、鼻の穴から炎を吐き出す。元気がないと煙しか出せない。よくここまで超えたね。強さだけではなく、知恵も持ってるんだね。これから戦えることを楽しみにしてるよ。ジムリーダーアロエ。勝ち！あ、そこなん。奥じゃなくてそこなんだ。へぇ。凝ってんね。いや、怖い。マジで怖い。あ、すげえ。本がずれたの、凝ってたな。階段が現れたって。いやー、やばいっす。やばいっす。やばい、これ、やばい。どうしよう。テリヤキからかな。テリちゃん行くよ。いたね、こんなの。こんなおばさん。やるしかねえ。おなしゃす。いらっしゃい。疾風博物館の館長にしてジムリー。疾風ジムのジムリーダー、それがこの私アロエだよ。さーて、挑戦者さん、愛情込めて育ったポケモンにどんな戦い方をするのか研究させてもらうよ。来たなー、いたねー、こんなおばちゃん。誰が死ぬか落ち着ける
いや、死にません。死にません。ハーレリア。18か。いや、さすがに先行取られてそう。威嚇威嚇どうしようかな。噛みつく。移動進展。危なやばい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 。突進はやばい。マジで？突進はやばいって。噛みつく。いた。いや、突進で死ぬ突進で死ぬ。早くねえし、やばすぎ。全滅あるな全滅あるな。てりちゃんてりちゃん、うわ、やばいな。まずは一体これは最前提はなんだ。格闘いなくてもどうにかなるって言ってたの、どいつだい、私だよって。塩かすみこじゃん。電撃波いけ。全然いかね。ナイスナイスナイスかわし、ナイスかわしだけど、フランのウィネズいけ。急所、あ、耐えて耐えて勝手に死んだ。何出してくんの、何出してくんだろう。うわ、やば。噛み砕く噛み砕くは無理だよ。噛み砕くは無理よ、それは。いや、噛み砕くでしょ。あくび。あー。あははは。あー、やばいな、これな。やばいな。これは、待ってね、待ってね。考えろ。泣き声、叩き打ちちょっと待って、やばいやばいやばいってやばいって。やばいよこれ。舌で舐める効かないから水鉄砲かな。催眠術企画終了しちゃう。いや、お前、あ、だからラム飲みくれたのかあー、そうか、ディフェンダーか。ディフェンダーあるな、ワンちゃんな。好みとか使ってる場合じゃないんよな。にらみつける。どうしようかな。行くしかないよな。今変えてもって感じする。あー、それやばい。
これはディフェンダー使うでしょ。いや、うざすぎ、うざすぎ。それ攻撃すべきだったかな。やばいな、敵討ち、やばい。あー、なるほどね。全員死にましたね。あー、終了。